国広幸子の今夜もシネマ。今週はズブ濡れの王様シリーズということで三週目になります。あ、三週三回目になります、えー。今日は市民権をお送りいたしましょう。市民権。 1941年のオーソン・ウェルズが監督主演した映画ですけれどもなんとオーソン・ウェルズってもともともう天才とか神道とか言われててこの映画を作った時はまだ24歳なんですねすごいでしょ24歳でデビュー作なんですけれどもこの映画もう映画自体が王様なんです。世界映画史上のベストワン 欲しいままにベストワンベストワンいろんな国でベストワンになってるそしてその王様というのはどういうのかというと、まあ、映画自体も王様ですけれども取り上げてるのが新聞王のウィリアム・ランドルフ・ハースト。 この人がモデルになってるんですねこの人はどういう人かっていうとニューヨークだとかシカゴだとかボストンだとかアメリカの28箇所の新聞を持ってて18の雑誌も持ち放送局も持ってた。 まあ、そういうい人なんですね。その人がモデルになってるんです。それがあのよく分かったのが、えー、最近の映画なんですけれども「マンク」という映画があってアカデミー賞9部門、えー、今年の93年3回目のアカデミー賞で9部門ノミネートされて撮影賞とか美術賞を取ったんですけれどもこの「マンク」っていうのはこの「市民ケンの脚本のハーマンジャ・ジェー・マンキウイッツ」それを称して「マンク」 とというののでで脚本家のことを映画にしてるんですねどういうふうに、えー、市民権の映画が作られてかたかっていうのをマンクで描いてるんですけれどもそこで私も分かったんですけれどもオーソン・ウェルズがたったの24歳なのに制作に全権与えられてた。 これマンク見て分かった話なんですね。そんな人って今までほとんどいない制作も監督ももう何を決めるのも全部オーソン・ウェルズが決めていいよという映画会社が言ってたぐらいのすごい権限が与えられてたっていうことなんですね。でこの「市民権」自身も実際9部門ノミネートされてたんですけれども。 脚本賞しかアカデミーは取ってないこの「マンキーッツ」の脚本でアカデミー賞を取ってな,いなぜ取れなかった,と言ったかというともうお分かりですねハースト自体がその新聞王の本物のハーストの方が妨害を政治とかいろんなところで妨害して取れなくしたといういわく因縁付きの市民権なんですけれども。 この市民権のオープニングは、えー、ガラスボールをポトッと老人が落くことしてローズバットって言って亡くなっていくシーンが最初なんですね。それがこの市民権だった件だったんですけれども、このローズバットを探れば権の人柄がわかる。わかるんじゃないかって言うんで、新聞記者たちがこうやってある。新聞記者がちなんだ人をこう。 いろいろ訪ねて「ローズバットは一体何なんでしょうか?」とか「一体ケンさんはどういう人だったんでしょうか?」って訪ねて歩くっていうのが「市民ケン」なんですけど映画のシーンがとってももう退屈しないんですね最初ケンが結婚したシーンなんかも奥さんが語ったりなんかして周りの人が語ったりするんですけどもうシーンがどん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 何十秒ぐらいでどん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 その結婚生活がどういうふうに変わっていくかっていうのをもうその場で見せてくれてる。 まるで今のの映画のシーンンンンンがパン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 変わるおんなじぐらいあの当時でもうそんんな演出をしてたでですねで、えー、面白いのはやっぱり2番目の奥さんと出会った時ずぶ濡れなんです雨でずぶ濡れのところに2番目の奥さんが「あ温めてあげるわよ私のお家いらっしゃいな」っていうのから始まって結婚した愛人,で愛人になったで愛人のスキャンダルがばれて政治家になれなかったとかそういうエピソードもあるんですけれども。 まさに「ずぶぬれの王様」というのにふさわしいシーンもぴったりあり本物のハーストは映画女優の方だったんですね2番目の奥さんが。だから映画を買ったりなんかしましたけれどもこちらの市民権は 歌手だったのでオオペラをオペララををハウスス建ててしまった、まあ、スケールの大きな話な話んですですも結局市民権は孤独だったっていうのは奥さんたちが去っていくのはあの自分を愛してくれ愛してくれって言って自分を傷つけないでくれ僕も愛してるよと言いながら最後自分を傷つけないでくれっていうんですねそれはやっぱり自分自己中だったっていうのが分かった でみんな去っていったっていう本当にあの王様だけれども自己中で悲しい人生だった。でも最後にローズバットっていうのはあのマンクでも分かるんですけどそれはマンクを見た人のために取っときましょう。そしてこの映画では最後にあのちっちゃいあの椅子がこう燃やされるんですけどそこに「ローズバット」って書いてあってローズがあってきっとあのちっちゃい頃大事にしてたもんが失われてしまったんではないかっていうことを 思わせるんでですけど最後までそれは分からなかったさあ皆さんは何だとお思いになりますかローズバット謎めいた言葉を残した、えー、市民権ということで「ずぶ濡れの王様」のラストは「市民権をご紹介いたしました。 You're listening to BlueLadio.com.